MLB、カブス6、3カージナルス、日本時間3日、シカゴ。カブスの鈴木誠也外野手は2日、日本時間3日、本拠地のカージナルス戦に、3番、右翼、で先発出場し、4試合連続マルチ安打をマークした。4打数2安打で打率275、チームの快勝に貢献したが、走塁で相手のミスを誘うプレーもあった。実際の動画、 バカげた瞬間だ、鈴木誠也に惑わされ、国標が殺到したプレイ映像。8回先頭で左翼二塁打を放って出塁。一死二塁からだった。二腕でリーヒの投球モーションを盗んで、ふらふらと二三塁間へ。リーヒの二塁悪送球を誘った。中堅へボールが点々とする間に一気にホームへ。ダメ押しの6点目を生んだ。ファンからは、あのプレーは正しくなかった。 弱い地区で本当にひどいチームだ、基礎がお粗末だ、馬鹿げた瞬間だ、二塁からのホームスチール。これ完全に誘い出されたけど投手のエラーのおかげで盗塁がついた指標的にはどうなんだろう。プラスになるんかな、などとコメントされた。初回西では左翼へ三塁打を放った。長打率500はリーグ5位、オップス847はリーグ7位となった。 両部門ともドジャースの大谷翔平投手がリーグトップだが、鈴木もきっちり結果を出している。